本日もお仕事お疲れ様です。ザ・お父さんの秘密基地の K です。さて本日は手帳企画でございます。来月9月からですね、2025年手帳シーズン入っていきますので、このチャンネルでも去年2年前同様に市販の手帳の使い方、仕事の現場でどのような書き方をすれば生産性や効率を上げていけるのか、そういった企画やっていくんですけども、まあ8月も終わって9月近づいてきたので、フレームワークとかは来月に置いといて、少し今まで自分が使ってきたノート手帳の中でも特にこれいいなと思った、まあ、前回であればプロッタの M5 サイズの手帳を紹介しましたが、同じようにぜひ皆様にですね、今年の手帳選びでチェックしていただきたいものの魅力を今日はお話ししていこうと思います。というわけで本日の企画はこちら、仕事の生産性と効率をアップさせる万能ノート、トラベラーズノートの魅力解説ということで、僕が最も長く使っていた手帳ノート、トラベラーズノートの今日は魅力、ビジネス視点、仕事の現場視点でお話ししていこうと思います。それでは行ってみましょう。今日はですね、少し久しぶりの登場です。トラベラーズノートにフォーカスした内容でございます。お父さんの秘密基地、3年前から見ていただいている方は、僕がですねトラベラーズノート愛用していた時期があること、そして YouTube やる前から見た時に一番長く使っていたのがトラベラーズノートね、そういったことも知っている方いるかと思います。まあ、トラベラーズノート10年以上使ってたのかな、それぐらい使っていまして、そして、ロロマクラシックとかも挟みながら、つい数ヶ月前まではですね、ほぼ日手帳さんのカズンを愛用していました。はい。それがなんでほぼ日手帳のカズンになったのかとかは、過去の動画でもお話ししておりまして、あれ？たってことは今ほぼ日使ってないのってことなんですけども、今はですね、僕この秋にオリジナルのノートをクラウドファンディングでやる予定なので、そのサンプルをですね、今ずっと使い込んでおりますので、今は自分のノートというんでしょうか、それを使っております。ただ自分のこのね手帳ノート人生振り返った時に一番長く使っていたのがトラベラーズノートのこちらレギュラーサイズですね。なので動画で伝わるか分かりませんが、もうレザーの経年変化が半端ない状況になっております。今日はそんなトラベラーズノートの魅力なんですが、きっと視聴者様の中でも今バリバリ使っている方、そして使ってみたいんだけれども使いこなせるかどうかが分からないし値段もちょっと高いからって少しこう悩んでいる方いらっしゃると思います。それもそのはずで、トラベラーズノートって検索すると、インスタグラムとか特にそうなんですけども、もうバリバリ旅の記録とか日々の自分の思いをめっちゃ可愛くおしゃれに書き込んでる写真ばっかり出てくるんですよね。これ特にインスタグラムはしょうがないんですよね。やっぱり映える写真といいますか、そういった企画打たないとやっぱ伸びないっていうのがあるから、そういった写真で溢れるんですけども、いかんせんトラベラーズノートってそっちの側面の情報が多すぎて、これビジネスで使えんのっていう、この仕事現場でのこのイメージって結構リンクされていないことが多いです。だからこそお父さんの秘密基地では、このね魅力、仕事でどう使うのかというのを、去年一昨年発信してるんですが、先に言っときます、トラベラーズノートはもうバリバリビジネスマン向きです。これは本当にすごい手帳。じゃあなんでこの手帳がビジネスマン向きなのかっていうところですね、ちょっとお話ししていくんですが、先週から2週間ほど前にですね、手帳の選び方動画というのを出しておりまして、その中でも基本的に手帳というのはシステム手帳という、リングタイプのものと閉じられている手帳のタイプ2つに分かれますっていうところから話をしております。双方ね、当然メリット、デメリット、長所、短所があるので、その点をですね、その動画ではお話ししているんですが、トラベラーズノートというのは、基本的にシステム手帳と閉じノートのいいところをこれ凝縮している。そうこうね、感じ取っていただければ問題ないかなと思います。僕が今作ってるオリジナルノートも、どちらかというと、
システム手帳と、まあ、閉じ手帳の中間にあたるトラベラーズノートみたいなタイプではありませんが、やはり使い勝手で言うと近いところを作ってるんですが、トラベラーズノートはそのええところを取ってくれている非常に素晴らしいノートなんですね。じゃあどんなところがええところを取ってんのかなんですが、その1、価格帯です。はい、システム手帳、プロッターとかロノマクラシック、他にもたくさん素敵なブランドありますが、サイズ感にもよりますが、側買うだけで万超えます。はい、万、高かったらもう 2,3 万するのもありますよね。トラベラーズノートは1万円もしません。そもそもリングがないタイプ、ゴムのバンドでリフィルを挟むタイプなので、システム手帳に比べるとやはり構造がシンプルだけに、レザーでも価格が抑えられています。だから閉じ手帳にはない経年変化を味わいたい、レザー大好きという方にも非常に買いやすい、まだプロダクトなのかなと感じています。そしてこの数年でカラーバリエーションも豊富に出てきています。経年変化が味わえることっていうのは結構大きいことで、やはり長く使いこんでいくうちに、自分の成長とともに、この歴史じゃないけどもね、このシミとか、まあ、汗じみとかね、この経年変化の仕方を振り返ることで、自分こんなことをしてたなって結構ね、思い出が詰まったりします。はい、でこのやはり中の構造もすごくいい。閉じ手帳とか閉じノートは基本的に閉じられてるからカスタマイズがしづらいんですよね。しかしトラベラーズノートは閉じられているノートを、まあ、リフィルを、まあ、3から4冊ゴムバンドで閉じることによって、閉じノート閉じ手帳ではできないような拡張性カスタマイズができるというのが、やはりこのノートの魅力になっています。もちろんそれぞれの、まあ、リフィル、閉じられているリフィル厚みがありますので、システム手帳ほど細かいセッティングはできませんが、このリフィルの選び方、組み合わせの仕方でめちゃくちゃ仕事って活用しやすくなるんですよね。過去の動画でもよくお話ししていますが、僕がおすすめなのは3つの視点のリフィルの組み方、マンスリー、ウィークリーですね、そして方眼、このタイプでございます。要はこの3つ組み合わせることによって、月間での仕事の動きの把握、週間での動きの把握、あとはフリーの方眼にですね、まあ、少しバレットジャーナルのテクニックを活用することによって、デイリーの1日の行動計画の落とし込みもできたりします。頑張ってリフィル4冊このように詰め込んでおけば、もう1冊ですね、方眼とかドットリフィルを組み合わせることによって、デイリーじゃなくてもう普通に仕事用のノートもこの中に組み込むことができるわけですね。このように様々なリフィルをしっかり考えて組み合わせると、中期から長期、そして短期的なビジョンだけではなく、普段の会議のメモであったり思考整理まで万能に使いこなしていくことができるのがこのトラベラーズノートです。そしてまだまだいっぱい魅力があって、やはり付属というのかな、対応しているリフィルが豊富ですよね。僕も使ってますが、このクリアポケットのジッパーね、ポケットっていうのかな、こういったリフィルをかましておけば、中に付箋入れたり、僕はよく新幹線のチケットとか、出張行くときは、その出張行く会場のマップとかをね、折り込んで、この中掘り込んでました。まあ、コンパクトなパスポートサイズであれば、まあ、頑張ればこのね、お財布としても使えんことないんですけれども、このトラベラーズノートレギュラーサイズになってくると、そういった資料まではいかないけれども、ちょっとした小物、文房具も一緒に持ち運ぶことができるので、あれどこ行った、なくしちゃったみたいに物を探す手間が結構減少したりします。ノートだけではなくて、そういった小物収納することで、結果触ってる使ってる時間が増えてくるから、より経年変化が出やすいのかなと思っています。あとはそのまあ、ちょっとしたオリジナリティを出せるっていうところではね、このバンド、僕取っちゃってるんですけども、このバンドにチャームつけることによってアクセント取ることができます。僕は昔太陽の塔のチャームつけてたりしたんですけどもね、エレキギターとかかな、自分のちょっと好きなね、このチャームを引っ掛けておくと、まあシンプルな見た目の中にワンアクセントつけることができるので、まあ、そこまでこうギラギラしたものはいらんけども、なんかせっかくだから自分に合ったワンポイント欲しいなっていう方にもすごくこう使い勝手がいいですね。もちろんね、市販されている、インデックスシールであったりとか、真鍮のインデックスかますことによって、自分が見たいページすぐにアクセスすることができますが、そもそもこのね、デイリーとかウィークリーのリフィル自体が独立して存在していますので、このインデックスを使わなくても、ちょっと週間の予定とかマンスリーの予定の切り替えがかなりしやすいというのも、実際こう長く使っていて自分が感じたところかもしれません。
で、サイズは基本的にはまあ2種類ですね。レギュラーサイズとパスポートサイズというのがあります。僕もパスポート使ってる時代ありましたし、まあ、過去の動画でもパスポートの使い方、そして今年9月以降も再びまあトラベラーズノートの使い方2025はやっていくんですけども、当然ね、パスポート使いたいという方、あれが好きっていう方がいるので、まあ、使い方解説するんですけれども、もし誰かが、皆さんがね、僕に Kさんはどっちか選ぶんやったらどっちがいいって聞かれたら、もう絶対にレギュラーです。はい、もう迷う余地なくレギュラーです。はい、パスポートは便利ですけども、面積がちっちゃい、これは結構大事なことで、あれを使いこなすには相当なテクニックがあるのか、もしくは逆に書き込む情報量が少ない、まあメモとかって本当にまあメモ用紙とかちょっと日記書くぐらいだったらいいんですが、まああれにタイムスケジュール書いて、まあゴリゴリリフィル組んで、いわゆるこうスケジューリングしたいってなったら、もう無理せんとこっち買ってる方が絶対見やすいです。このレギュラーサイズというのは、まあバイブルサイズよりかは縦長で、そして英語サイズよりかはコンパクトという、まあ、独自の、まあ、このトラベラーズノートならではの大きさになってきますので、一度慣れてしまうとね、本当にこれなかなか手放せないというか、他の手帳に切り替えるのが難しい、それぐらい使い勝手の良さ、使い込めば使い込むほどトラベラーズノートの魅力っていうのはこう感じ取っていただけるかなと思います。はい、今回はですね、トラベラーズノートの魅力少し振り返りながらお話しさせていただきました。いかがでしたでしょうか。どうでしょうか。全然これビジネスマン向きですもう一回言うけれども、どうしてもちょっとおしゃれ系の手帳ノートとしての位置づけが確立されちゃってるんですが、もうゴリッゴリビジネスマン向けだと僕思ってます。僕はまあほぼ日さんとの取材を通じて企業背景分かったから、カズンが魅力的で使ってたりとか、あとは今は自分のノートを作ってるから使ってますけども、ほぼ日さんの出会いとかがなかったりとか、自分がこうやってノートを作らなかったらずっと多分トラベラーズノートを使ってました。毎回こう動画で紹介するたびにこの経年変化見ながら、もう一回使いたいなと思うこともあるんですけれども、ぜひですね、今年来年かな、手帳選びでトラベラーズノート検討されている方、また9月以降使い方紹介していきますので、ぜひそちらの動画を楽しみにお待ちいただければと思います。というわけで本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。よければチャンネル登録よろしくお願いいたします。